写真拡大。巨人 2-3 広島、31日、東京ドーム。巨人が接戦を落とし、この日勝った DeNA とのゲーム差が3月5日に縮まった。先発の高橋は初回に先頭打者の西川に10号ソロ、続く菊池涼に7号ソロと連続本塁打を浴びて、いきなり2失点。3回にも鈴木の敵地打で1点を失った。ここで原監督は投手を鍵谷に交代。併殺打でこの回の大量失点を防ぐと、戸根沢村、大竹高木、デラロッサとリレー。9回には西二塁でデラロッサを投入するなど執念の継投を見せた。攻撃では7回にゲレーロが10号ツーラン。8回には岡本がプロ入り2度目の犠打を記録し、1点にこだわる試合運びを見せた。しかし、この8回の石3塁のチャンスはゲレーロの打球が未納となり、走者が戻れずダブルプレーになった。広島のジョンソンが6回2失点で8勝目、6敗。フランスアが6セーブ目。敗戦投手は高橋で4敗目、3勝。